昨日も今日もですね、こういう形で、宿舎から、今、国会まで行ってます。この後、衆議院予算委員会の基本的質疑2日目、これの打ち合わせということで、もう鼻のとこまで行く余裕もないんで、こっからです。で、今日はいくつか、国会のですね、状況についてお話をしたいと思います。昨日、解説をしましたけども、やっぱりちょっと、本当にこう、菅総理、ちょっと厳しいですね。だからといってですね、今日私、国対として、仲間に言うのは、これもっと厳しいのは国民だと。で、そこで罰だなんだっていうのを入れてこようとすると、そこに、もちろん、病気だったり、不調だったりすることは、配慮しなきゃいけないけども、トップリーダーなんで、そこについては、微塵の逡巡もあってはならんということをお話をしようと思ってます。っていうのは、やっぱり全体にですね、実際、テレビで見てるとわからないと、彼ら言ってましたけども、もう、空気がドローンとしてて、マラソンのですね、ローペースに巻き込まれたような、そんな雰囲気なんですって。だから、それは国民にとっても最悪のことですよね。持続化給付金も続けない、医療の長妻さんにですね、支援もすると言ったかと思ったら、それもどうも厚労大臣が打ち消すと。で、どうも聞いてると、私としてはって言葉が、私としてはちゃんとやってるんですけど、他の大臣がうまく動かないんですよ。私たちとしてはちゃんとやってるんですが、縦割りの官僚がうまくやらないんですよと。で、江田さんがなんで公邸に、総理公邸に入んないんですかと聞きましたね。もう入らんと言い切りました。ああいう、なんていうかな、こう、今みんなが積み上げてきた仕組み、それは前例とは、悪しき前例とは言わないんですよね。これが首相官邸ですね。公邸はこの向こう側にあります。で、昨日やっぱりこう疲れてると夢見るんですね。昨日2つ、もう私の大嫌いの夢、地震とお化けの夢、もう今でも色付きの夢ですね。地震は地震警報が鳴って、これから地震が来ますというやつだったですね。宿舎にいたんですね。やっぱり2011年の3月11日のトラウマって心の中にずっとあるんですね。もう一個はお化けの夢で、これ、小さな子供たちの手がですね、いっぱい僕の写真の顔の後ろにわんさか写ってるというやつですね。ちょっと疲れ目っていうのを、やっぱりどっかリフレッシュせんというかですね、今日はこんな青空です。で、昨日、ある方からですね、もう自粛警察やめてくださいという話が来ました。何ですか、自粛警察って言ったらですね、今、8時までですよね、夜の。で、8時を1分でも過ぎるとですね、それを通報されて、もう構えて、罠のようにして待ってるんですと。で、私、よく時代ドラマに戦前の敗戦前の話がよく出ますよね。隣組っていうんですか、その憲兵の、それこそお先棒を担いだような近所のご年配の方が必ず出てきますよね。あなたは何をやってるんですかって言って、なんであんな世の中をね、ただでさえ辛い爆撃の中の世の中を、ああいう、その隣組の抑圧があるんだろうと思ったら、今この2021年の東京でもですね、それがあるっていうんですよ。で、これ人間の心理ですね。怖いもの、耐え難いものに出会うと、それをですね、何かにこうすり替えなきゃいけない。で、自分の正義だと思うもの、その方こうおっしゃってました。
いや、自分たちだってずっと守ってますと。でも、その、お客さんがね、もう、どうしても出て行かれない。無理無理、どかすわけにもいかず、もう、なんとかお願いしますって言ってる間に、自粛警察だと。いやー、これね、これで罰とか、過料とか、勝手にやったらですね、もっとひどいことになりますよね。で、自民党の人たちの、なんていうかな、思考のこの刑罰を入れる、ありがとうございます。回路も、どうも、いや、自分たちはこんなに一生懸命やってんのに、ほら見ろ、繁華街で遊んでる奴らが悪いんだと。あいつらのおかげで支持率も下がるしって、そう考えてるとしたら、大事ですね。まあもう国会着きました。じゃあまた、B はですね、中からやらせていただきたいと思います。モラルハラスメントについても話をしてくれと。奥も入れますかね。はい。あ、じゃあ奥で入ります。モラハラですね。モラ、おっと。映り込まない。ハラスメントについてもちょっとお話をしてみたいと思います。まあ、いずれにせよもう今から、あれですね、打ち合わせです。じゃあ皆さん、良い一日を。